せーの、こんばんは。大好きシーサイド始まりました。第13期シーサイドイメージガールの武田あさみです。そして本日一緒に番組を進めてくれるのは、はい、同じく第13期シーサイドイメージガールの和田あゆみと、はい、第14期シーサイドイメージガールの石橋梨沙と、はい、久保田瀬織と山下咲希です。というわけで本日は第14期のメンバーからリサリサとサキチオが大好き初登場です。イエーイ。ね、リサリサはね本当にイメージガールとしての初めての登場なんですよ。はい、初めて、うん、オンラインでオンラインでただいま放送中でございますが、はい、ということで、じゃあリサリサから今日は2人にね、はい、初登場、大好き初登場の2人に自己紹介をお願いしたいと思います。はい、はい、では始めます。初めまして、第14期石橋梨沙と申します。今慶応義塾大学の2年生ですね。サークルは放送研究会に入っていて、そうですね、 DJ 番組とか作るのが大好きで、うん、こういうの始めてみたいなと思って応募してみました。趣味はカラオケで、最近は一人でカラオケ行くのも恥じらいなく、人から行っちゃいますね。はい、何歌うの？ゆいとかみわとか。かわいいですね。いやいやいや、大好きですね。じゃあ歌ないの？じゃあ最後にあだ名なんて呼ばれたいか。それで、そうですね、今日なんか来て初めにつけてもらったのがリサリサっていうあだ名で、うん、リサリサ、はい、ね、早速私呼んじゃってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあリサリサよろしくお願いします。じゃあサキチオ。はい、山下咲希です。出身は山梨県です。今大学3年生です。趣味はアニメを見ることです。出たギャップ。はい、あだ名は咲希千代と呼ばれておりますので呼んでください。咲希千代、ありがとう。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はリサリサと咲希千代と、そしてね、さよりん、さよりんは2回目でございますよ。2回目、ね、じゃあ2回目の意気込みは。そうですね、前回はここまで来るのに道に迷ったんですけど、うん、今回は、だってオーディションの時来たんじゃないの？今回はちゃんと来れました。大丈夫です。もう慣れました。慣れました。はい、ね、たくさん来てもらうようになるからね。はい、よかったです。ということで、あとね、今日見てくださってる方分かると思うんですけど、13期の武田と勝田あゆみちゃんはまさかのね、今日が今になっての初共演。初共演なんですよ。そう、お披露目会から1年ちょっと会わずにずっと番組を続けてね、来てね、うん、そうね、1回もないんですよね。1回もないの。ごめんね。でもなんか1回ぐらい共演した気がする。本当に。ごめん、嬉しいんだけどね、実際してないんだよね。だからそう、あゆみちゃんとも今日初めましてだから、今日みんな初めましてのメンバーだよね。なんかそんな感じしないんですよね。本当に、そっか、やった。ということで、なんかあゆみちゃんは最近どう、何してるの？そうですね、今ですね、お勉強期間中なんですよ。なので、ね、ちょっとこう単位の方をしっかりと取るためにお勉強しております。そう、ここみんな大学生なので、はい、今大学生はテスト期間真っ最中ということで、うん、ね、なんか若干ね、そう、1名はテスト終わったとか言ってる子が、ね、羨ましい限りですよ。まあ、私もね、もう4年生なのでテストないんですけど、だからもうテストね、テストやばいとかっていうのがすごい懐かしいんだけどね。あゆみちゃん今1年生だもんね。そうですね、1年生、まあ、もうすぐ終わりますけど。そうだけど必修多いでしょ。まあ多いです。はい、頑張ってほしいね。頑張ります。今2年生ですね。2年生と2人が3年生、3年生です。じゃあ今日大学 1,2,3,4年生で全学年揃えました。このね、今日は5名というすごい多いんですけど、5名で楽しく番組を盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、番組インフォメーションを2回目の登場のさよりん、お願いします。はい、私からちょっと紹介していきたいと思います。この生放送番組では、毎月25日発行のこちらのフリーペーパー、東京シーサイドストーリーをもとに、
私たちシーサイドイメージガールがお台場や臨海地区のイベントやファッション、グルメなどお得な情報をたくさん皆様にお届けしていきます。東京シーサイドストーリーとはお台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーで、ショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っているんです。湾岸エリアのマップも載っているのでとっても便利なんです。そしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や臨海線、ゆりかもめの各駅などにも置かれています。お台場に来た際はぜひお手に取ってください。また iPhone アプリお台場エンジョイアプリがリリースされています。はい、こちらです。こちらですね。お台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることもできます。 iPhone を持っている方はぜひお台場エンジョイアプリを登録してください。アップストアでお台場とアルファベットで検索すると出てきます。そしてお台場テレビもスマートフォンアプリがリリースされました。はい、はい、こちらは iPhone アプリと Android アプリの2つがあります。こちらもぜひダウンロードしてみてください。どちらも無料アプリとなっています。そして番組内でイベント情報やお店紹介も出しますので、インフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください。お問い合わせはアドレス、シーサイドアットマークお台場ドットテレ、あ、お台場テレビドット JP、シーサイドアットマークお台場テレビドット JP まで、メールでお願いいたします。はい、さよりありがとうございますということでね、シーサイド東京シーサイドストーリー2月号表紙にね、はい、早速出させていただきました、ね、いますよ、さきちよがもうピンクでね、かわいい。なんか二人ともなんか顔似てない？二人顔似てる？似てる、雰囲気似てる。確かに。同じ14期の。はい、わしおちゃん。わしおちゃん。はじめましてだな。すごい。ね、かわいい。もうべっぴんさん二人が出ていますが、こちら東京シーサイドストーリー、明日25日からお台場周辺に出るので、ぜひお手に取ってみてほしいなって思うんですけれども、早速シーサイド地域のイベントや特情報をこちらからご紹介していきたいと思います。イエーイ。ということで誰から行く？挙手制これ挙手制だよ。はい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 、はい、対戦から行きます。はい、行きます。対戦、私からはですね、ヴィーナスポートからとちおとめストロベリーフェア、栃木名産のいちごとちおとめを使ったスペシャルメニューをお楽しみくださいということで、期間は2月7日土曜日から15日。まずはですね、ハワイアンダイナーハレモアナというお店からとちおとめのハワイアンフレンチトースト700円、税別です。1日15食限定ということで、今流行りのフレンチトーストで、パンケーキじゃなくてフレンチトースト、はい、中はふんわり外はカリッとした甘いフレンチトーストにとちおとめ、その他のフルーツをトッピングしてハワイアンスタイルに仕上げましたということでね、美味しそうな写真が載ってます。さらにさらに、イルフォルノというお店からもとちおとめのティラミス、食べそうですね、ドリンクセットで900円税込みです。とちおとめとイルフォルノの人気スイーツティラミスのコラボレーション、旬のお味をお楽しみくださいということで、はい、とちおとめのストロベリーフェアをご紹介いたしました。ね、今ね、いちご、あれでも時期だもんね、いちご狩りとかの時期、ね、皆さんいちご好きですか？いちごが嫌いっていう人聞いたことないですね。確かに好き。今日リンゴつけてるの。ごめん。今日そういちごじゃなくてリンゴがいるけど。ごめん。大好きフルーツ。そう。ね、美味しそうなんだけどさ、ハワイアンフレンチトーストってなんだろうね。なんかすごいのかな。なんかお花が飾ってある。ああ、あの何？パープルの。パープルの。何だろうこれ。ランの花。ランの花に見えます。あときっとかけるシロップが。ココナッツソースとかなんじゃないかなって思って予想してます。美味しそう。いいね。なんかフレンチトーストとかパンケーキとか流行ってるからね、ぜひぜひこちらヴィーナスフォーとかみんな足を運んでみてほしいなと思いますね、はい、ということで次、じゃあはいはい、はい、食べ物つながりでラーメン好きですか？大好き。大好きです。ラーメン、私もラーメン大好きなんですけど、こちらラーメン国技館ご当地麺祭り
毎日熱々開催中というのがありまして、はい、アクアシティお台場でやってるみたいですね。こちらに各地の麺がいろいろ揃ってます。まず北海道の味噌ラーメン、うん、それから博多の豚骨ラーメン、うん、あと京都の中華そば、うん、あと大阪の餃子とかいろいろ出てます。美味しそう、いっぱい全国各地のね、はい、博多、博多、博多です博多です、食べに行きます私本当に。はい、博多でもやっぱこのラーメン、あの博多はさ、はい、豚骨だっけ。豚骨ですね、すっごい臭いんですけど。そうなの。ラーメン屋台とかやっぱある。ありますね、いっぱい。でもそこを通るとプーンってにおいがあるんですよ。すごいね。でも味はすごい美味しいんでおすすめです、博多ラーメン。だってここに、はい、明かしていけば全国のねラーメン食べれちゃうんだよ。皆さん何味が好きなんですか。私塩が好き、塩、あっさり派ですね。え、私味噌派です。私は味噌、こってり。あゆみちゃんは。私醤油かな。あ、やっぱやっぱやっぱなんかね、醤油とか味噌とは言いなかった。そこやっぱ豚骨。あ、豚骨ね。やっぱそうだよね。はい、博多、博多魂を大事に。そうですね、大事にしていくしか。はい、なるほど。早速ですね、なんかねコメントもねありがとうございます、来てるんですよ。早速リサさんこんばんは、そしてさきさん、さよりさんこんばんは、リサさんごめんね、1年間イメガとしてよろしくお願いしますということでコメントいただきます。ね、あさみんとあゆみんは共演したことないの知ってたよ。だってご存知だった。さすがですね。いや、なんでなんでだろうね。うん、あ、なんか一回チャンスを逃すだったのかな。一回ね、どっちか、嵐かな、確か、あの用事ができちゃって出れなくなっちゃったことが一回あったけど、けどさ、その時もその一回だけだよね、うん、なんか被んなかったんで、なんかおかしいなってスタッフさんが言ってるんだけど、なんか被んなかったよね。不仲なわけじゃないんですよ。違うよ、そんなんじゃないよ。やめてよ。だってほんとはイメ東京タワーのお披露目会の時とかも喋ってないもんね。へ、うん、そう、けど私ね、何年前、でも1年前です。あゆみちゃんね、実はなんだけど、あゆみちゃんね、私トイレで見てるんだよね。トイレで見なかった。まあ、あの化粧直しとかあってました。一回そうお披露目会前トイレで会ってて、だからイメガっぽいと思いながら見てたんだけど、そしたらあゆみちゃんだって、一回そういう思い出がありますね。私でもね、トイレだった。まさかの、私もトイレに行くんです。何それ。ごめんなさい、何か話してください。面白いだけ、ね、そっか、見られていたのか。そうだよ、見てたんだよ。というね、暇もありますけど、珍しく大人人数の大好きな放送ですね。2月号欲しいぞ、だってもうぜひもらってください、もらってください。10冊はもらってくださいね。あ、ね、すごい褒め言葉来てる、みんな可愛いだって、ありがとう。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ということで、コメントもねどしどしいただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ次誰に紹介する。あ、誰紹介してないっけ、あと誰だ。じゃあ私、じゃあここはリサリサで、はい、リサリサ、リサリサ、 OK です。ちょっと変な、変じゃないですか。変なの紹介しないでね。ちょっとバレンタインだからと思って選んだのがこちらの17ページですね。ホテルグランパシフィックレダイ ルダイバーですね。恋の願いをハートに込めて愛のメッセージキャンペーン、ハート型のメッセージカードに恋の願いを書き、2階メインロビーに設置した愛の木に飾っていただくと、後日お台場からフランスのセントバレンタイン村まで届けられ、ラ・ルブル・ダムール愛の木に掲げられます。はい、この愛の木に結びついた願い事は、風に運ばれると愛の守護神セントバレンタインに届き、願いが叶うという伝説があります。今年のバレンタインはあなたの思いを恋の聖地へ届けてみませんか、という、ちょっと面白いですよ ね、この特集。すごい、ロマンチックなことが書いてある、ね、フランスまで行くんだよ。ということでしょ。そうですよね、すごいね。でもそうだ、もうすぐバレンタインだけど、ね、みんなチョコ作る予定はない。すごい言ってる。
だってさ、いや今なんて友チョコがすごい流行っちゃってるじゃん。なんか、そう、友チョコ知ってる？友達にあげるチョコ。そうそうそう。流行る、いや、こ高校の時とかさ、そういうのあんまやんなかった？あ、私がね、ちょっと性格的に。なんかこう、チョコレート、だって砕いて、うん、あ、溶かして、また固めるんですよね。確かに。そうだよ、そうだよ、そうだよ。おかしい？それはおかしい？あ、でもなんかそれにさらに自分なりになんか加えるんだったら、わからなくもないけど、あまり工夫しないんだったら、ちょっと、確かに。なんか労力が、そのまま食べた方がいいと。確かにさ、板チョコ溶かしてまた型に入れてるんだもん、ね、確かに、うん、あ、そう考えたことなかった。なんかここはもう企業に任せちゃってそのままの形を尊重して食べちゃうかなみたいな。ただの面倒くさがりよ。手作りもらえた人はもうとね、超最初レア、うん、そんなポジティブに捉えたらそんなフォローしていただいたこと初めて。ありがとうございます。スペシャルもらいたいですね。カップスペシャル欲しいです。ケーキでよ、ケーキ、うん、ケーキ、ケーキとかでよ。チョコ溶かさなくてケーキがいいね。やけどみんなはやってるでしょ。高校の時とかクラス全員分とか作りましたよ。すごい。女子校だったんで、もう壮大でした。みんなと交換した。うん、みんなにちっちゃいの配りました。すごい。紙袋いっぱい持って。もう紙袋でももらえるんです、紙袋いっぱい。そっかそっか。もうみんなね、紙袋とかにちゃんとねラッピングしてくれるもん、ね、すごい。女子全部食べたんですか？食べました。全部食べちゃう。だってさ、学校って基本お菓子持ってきちゃダメみたいな。あの時のバレンタインは特別みたいな、持ってきていいみたいなのあるもんね。懐かしい。そんなね、私もね、去年も作んなかったし、今年も作る予定はありません。はい、ありません。でもそしたらね、今度は武田スペシャル。そうそう、武田スペシャル。ちょっとね、みんなに配るから。だって去年ちょうどあれだ、ラジオだったの私。お台場レインボーステーション行ってたんだけど、大雪で大変だった記憶しかない。なんかみんな手作りのチョコくれたんだけど、私だけ買ったもの買ったものを配り歩きますという思い出があります。はい、ということでぜひね、フランスまでメッセージが、うん、素敵ですね。飛んでいくということで、飛んでいくということで、ぜひね、これすごいね。いつまで？面白いですね。2月？2月の15日翌日までですね、うん、1月23日から始まってますね。はい、やってみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、ということで最後、はい、あ、いいですか、最後の締めをしちゃって。うん、ぜひやって。嬉しい。じゃあ私もですね、2月の14日バレンタインデーにちなんだちょっとスペシャルなイベントを紹介したいと思います。東京テレポート駅より徒歩3分のメガウェブにてですね、うん、バレンタインデー2月14日土曜日にバレンタインスペシャルライブ2015 in メガウェブということで、YouTube で有名のヒカキンさんと、あとケミストリーの川端かなめさんによるスペシャルライブが行われます。うん、場所はですね、トヨタシティショーケース1階メガステージにてですね、バレンタイン当日を間違いなく盛り上げてくれる2人のアーティストさんが参加するそうですね。チョコもらえなくて寂しい、そんなね男を行くしかないですね。すごいよねけど、はい、ヒカキンさんとかも YouTube ですごい人気なんでしょう。今話題ですよ。知ってました？私知らなかったの。最近ちょっとニュースで知りました。ほぼニュースで知りました。いろんな事件がありましたね。YouTube 使って。ね。そうそうそう。へえ、すごい。それがメガウェブで行われるんだ。うん、この日しかないスペシャルコラボだそうなので、ぜひ行ってみてください。はい、ありがとうございます。ということで、私、そう、実はさ、私消化してなかったんです。あ、そうそう、ごめん、いや、私さ、いや、ふと思ったんだよね。なんか私ごめんなさい、なんかみんな消化したとか言いながら自分が消化してませんでしたということで、ごめんなさい、武田最後に消化させてください。はい、お願いします。ね、武田がご紹介したいのはですね、6ページですね、東京シーサイドストーリー6ページに載っているデッテス東京ビーチバルーンジュエルというものなんですけれども、こちらの、うん、バルーンアートとかよく贈り物とかであると思うんですけど、それが作れるということ でバレンタインバージョンということで、メッセージバルーンにチョコをアレンジしたおしゃれなスティック、ギリチョコにグッドということで本命ではないんですけど、ギリチョコにグッドって書いてありますというのもあるし、なんかもう彼用の特別な風船になんかメッセージを書いて、なんかね、これね、ヒロ大好きって書いてあるんだけど、ちょっと面白い、すごいね、面白い。だけど私ね、一回あの
こういうバルーンアートみたいなやつ誕生日とかによくプレゼントしたりとか、うん、あとなんだろう、うん、なんか舞台やってる人とかになんか初日おめでとうございますみたいな感じで、うん、なんか花じゃなくてあえてこういう目立つようにバルーンのものを送ったりとかよくしてて、すごいおすすめです。なんかすごい人から喜ばれるので、ぜひぜひね、バレンタイン皆様もこういうね、ギリチョコにグッドって書いてあるぐらいですから、ギリチョコにでもいかがでしょうか。ということで私もご紹介させていただきました。なんかね今日盛りだくさんだね。けどバレンタイン特集が多かったかな、ね、バレンタインのことがすごい多かったなと思います。ということでコメントも来てますよ。続々と花のある女子トークを楽しみにしておりますね。ちょっと私には期待しないで。なんで、あいみちゃんそんなことないよ。バレンタインにサプライズいいですねって、やっぱ男性はサプライズが嬉しいんですかね。やっぱそういうもんなんですか、ね、あのバルーン来たらびっくり好きなのかなって思ったんじゃない。ギリチョコでも名前書いてあるからね。ね、確かにヒロ、これにはヒロ大好きって書いてある。ギリチョコだったらちょっとびっくりだね。面白い。飾っちゃうよね絶対。そう、風船飾れるからね。まあしぼんでっちゃうけど。しぼんでっちゃうけど。しぼんでっちゃうけど。あさみの指輪が気になると、そう、今日指輪いっぱいしてるんです私。まあこれもおしゃれの一つということでね、やっております。ということで、うん、あ、お。2月号のバレンタイン特集のとこだけ欲しいらしいですよ、この方は。表紙いや、で、そうですよ、あの全部もらってください全部もらってくださいだってさ、作中もさ、ところどころにね、いっぱい載ってるんですよ。 iPhone 持ってやってますよなんかこれよく小さくなんですけど、まあ、他のイメガもたくさん載ってるので、ぜひぜひね、色隅々までチェックしてほしいですね。東京シーサイドストーリーフリーペーパーですから、何冊でも持って帰っていただいて大丈夫です。ということで明日からねこちらの2月号配布されますので、ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。その他にもたくさんのイベントが予定されていますので、シーサイドストーリーを参考にぜひお出かけしてください。ご紹介したイベントの最新情報は各イベント主催者や各施設のホームページ等でご確認ください。ということで東京シーサイドストーリーのご紹介はこちらで終了させていただきたいなと思うんですけれども、あのね、私ね今日ねこの3人のことをもう皆さんにたくさん紹介したいなと思って、この尺をたくさん用意しました。うわ、嬉しい、はい、優しいです、はい、ということでもう大人気コーナーイメージガールのコーナーに移りたいと思います。イエーイ、ということで今日は14期のメンバーってどんな子ということで、私とあゆみちゃんがいくつか14期の3人に質問をしていきたいと思いますので、正直に答えてくださいね。正直に答えてくださいね。さよりんは前回もね、はい、やってるので今回が2回目ということですけど、そうそうそう、なんか同じ質問されても答えてください。1回私たちのために答えていただければと思います、はい、ということであゆみちゃん、私、特に考えてる。プレッシャーかけられたんですよ。なんかあのありきたりな質問されても困る。だから、何を聞けばいいんだろう。だからなんかすっごい難しい質問。うん、例えばなんかあの我々は何のために生きてるんだ。とか違う違う。それかあるいはなんか、あの好きな食べ物は何ですかみたいな、それぐらいの方がいいのか。どうなのかなと思って、え、けどいいんだ、面白いんじゃない、なんか何のために来てるんですか。あ、でもそれ後に取っといた方がいい。あ、そう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 、じゃあ、 あの見ている方からも質問を大募集しますので、助けてください、助けてぜひね、あの質問ください、お待ちしております。ということで、じゃあ私からいこうかな、うん、じゃあまずありきたり系からいくね、うん、なんで3人はイメガに応募したんですか。じゃあね、上からいこうかな、さよりんか、はい、え、私、そうですね、自分が青森県の八戸市出身ということで、なんとなくこう海に近い生活をしてたんですね。で、あのお台場に憧れてたんですけど、なかなか行く機会がなくて、うん、あ、なんかお台場憧れてる、うん、行きたいなって思ってたのと、あと読書が好きで、あの図書館でたまたまあのお台場の本を見まして、うん、私もなんかその都市開発とか興味あったので、うん、ぜひそういう部分でもというか、あの自分も勉強したいなと思って応募しました。すごい、じ
ちゃんと考えられる。すごい。なんかこの空気。なんかやばい。すごい今ね、真面目にね、語ってたからね、なんか何も言えなかった。え、海好き？海好きです。あ、そうなんだ。だからダイビングとかも。え、そう。ダイビング潜っちゃう感じ。潜っちゃう。私もダイビングします。すごい。なんか資格とか持ってるの？資格を。え、すごい。そうそう。取りに行きました。あれすごい難しいの、取るの。え、でも慣れないと大変。資格取るのはそんなに難しくないです。うん、あ、そうなんだ。なんかさ、え、何どういうことする？なんか耳水入っちゃった時の対処法とか。なんかそう。そう気持ち悪いね。そう、なんか専門的ななんかテストとか。テストもある。テストもある。へえ、すごいね。すごい。すごいね、20メートルに潜ってあの自分のメガネ探すみたいな。そんなのあったっけ？20メートルとか水圧がすごい、すごそう。耳とか潰れちゃう。潰れちゃう。だって海だもんね、しかも。しょっぱい。ね、しょっぱいかな。波もあるし、なんかすごいね、なんかまあ海が好きっていうのはシーサイドイメージガールにぴったりのことだから、ね。好きです。ちょっと夏に向けてなんかね、海のイベントとかあったらぜひね。はい、サヨリーにリポートしてもらいたい、潜ってもらいたいで釣ってきましたみたいな。やりたいですね。なんかそういうのも自分で企画してどんどんやった方がいいよ。あ、本当ですか？うん、全然やってった方がいいと思う。森持ってこうスタジオ来ようかな。いいね。じゃあそんな海大好きなサヨリー、これからもよくご期待ということでありがとうございます。はい、じゃあ、さきちよ、次お願いします。はい、私そんなちょっと真面目な理由がないです。いいね、いいね、面白くていいよ。いいですか？私、さっきもちょっと言ったんですけど、アニメとかが好きで、声優さんのラジオとかが大好きでよく聞いてるんですけど、まあ、そういうのをやりたいなって思って、で、ちょっと見てたらシーサイドイメージガールっていうのを見つけて、ちょっとかっこいいっていう名前がかっこいい。シーサイドってかっこいいなって思って応募しました。はい。そうなんだ。あ、でもあれですよね。ちょっとアニメ声ですごい可愛らしい声だから。そうですか。うん、私はなんか確かあのギャップあるかなとも思いつつも、あ、でもちょっとアニメ声で可愛いから合ってるのかなとか思って。ありがとうございます。そっか。私もアニメ好きなんで。意外だね、2人でもびっくりしちゃった、うん、アニメが好きって聞いて、うん、何のアニメが好きなの？最近の一押しはラブライブですね。昨日もちょっとあ、ラジオでね、なんか流したって言ってたね。ラジオでかけさせていただきましたが、うん、だってはほら2人とも見た目とのギャップがあってコメントが来てる。やっぱギャップあるんだよ。嬉しいね。嬉しいね。すごい、アニメ好きなって本当に意外、びっくりした。でも良くないギャップってよく言われるんで、ちょっといいじゃん。本当ですか？ちょっといいイメージに変えるように頑張ります。うん、いいと思う。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ次リサリサ。私ね、リサリサね、はい、横から見ててすっごい NMB48 のミルキーに似てると思ったの。わかります。なんかちょっと言われるんですよ。すごいって感じで、本当にびっくりした。ずっと横見ててミルキーに似てるなと思って。はい、ありがとうございます。いい。じゃあミルキーニのリサリさん、ありがとうございます。お願いします。はい、すごいドアップだ。わあ、どうしよう。そうですね、私はアナウンサーとかちょっと放送に関わるお仕事に将来つきたいなと思っていて、もうちょっと喋るお仕事とか増やして、あの自分の経験を積んでいきたいなと思ってシーサイドイメージガールに応募させていただいたのが大きなきっかけです。はい、なんか、ね、なんか落ち着いてるね、声のトーンが。やっぱじゃあ将来はそういうなんか人に伝える系の仕事して、そうですね、メディア系のなんかアナウンサーになれなくってもそういう職業に関われたらいいなって思います。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすいません、心配したこと。すごい、何も面白くなくても、いや全然、なんかもう私がねこんな発言したらなんだよってコメントがすごい来るぐらいだから大丈夫。あ、なんか質問がそう来てるの。14期の3人に質問です。お台場でどんなリポートしてみたいですかという、うん、質問が来て、もうサヨリン、私そうですね、私海も好きなんですけど空も好きで、スカイダイビングとか大好きなんですけど、ダイビング好きだね。大好きで、だからもうお台場の空からあの放たれたいです。いや、そんなイメージやってるから。そういうイメージをあのお台場で作りたいですね。あ、海だけじゃなく空もみたいな。はい、もう飛び回ります。なるほど。そんな
リポート、はい、ご期待しております。じゃあ次、さきちよ。はい、私はそうですね、お買い物が好きなので、うん、ダイバーシティとかそういうところでリポーターをしたいなと思います。コーディネートとか、コーディネートとかちょっと自信ない楽しそう。なんかコーディネート対決とかさ、メガ同士でやってさ、楽しそう。でなんかお題を決めてね、そうそうそう、面白い。今なんか結構流行ってるじゃん、そういうの。だからなんかデートに着ていきたい服はみたいなのとか決めてやったら楽しそうだね。やりたいですね。ね、ぜひね、やってみてほしいなって思います。じゃあ次、リサリサ。はい、私はせっかくお台場っていう有名な土地にあるところでやることなので、やっぱりあの観光名所的なテレビ局もそうだし、他にあるそれに付随するいろんな食べ物とかいっぱいあると思うんで、そういう流行りのものとか、最近これが流行りらしいよっていうのをみんなに伝えていけたらいいなって思います。こちらもファッション系ですね。やっぱ女子だね。なんか私実は一回大好きで、あの自分とあともう2人同期のイメージガールの子とご飯食べに行って、それをね動画で撮影して、それを大好きで流したことがあるの一回。へー、自分で動画編集して、なんかその時食リポだったからさ、食べ物だったの。だからなんかそういうなんかおしゃれなことしたかったなって、今一回やった、そういうこと。なんか自分でそう、この iPhone で撮ったんだけど、こうやって撮って、すごいですね、編集。そう、頑張ったの。超なんか元素人、その時永井秀和さん一緒に見てくれてたんだけど、永井さんも笑ってた。なんかその印象見て、そう一回やった。でもね、自分で動くことが大事だよ。なんか自分でもやりますって言って、もう自分でで、できたものをボンって渡すみたいな、そういうのが大事っていう助言。先輩の言葉を聞いて、頑張ろう頑張ろうって思いました ね、 ね、楽しみだ。絶対そのコーディネート対決とかやってほしい。あ、審査員やるよ。審査員でやってくれれば、ね、そう、私たち行くから。おー、やろう、やりましょう。そうね、ということでありがとうございます。ご質問、こんなねリポートしてみたいですかっていうご質問に今答えていただきました。英語が来た、英語。英語が来たよ。 Hi beautiful girls だって。Thank you。 ね、何、ゴージャスオール。あ、ゴージャスか、ゴージャスオールだってですよね。ゴージャスだね。ゴージャスだって、だってユーストリームって全世界にやっぱ放送されてるから、やっぱこういうのもね、なんか世界中から見ることができる。そっか、世界の人が見れるんですね。そうだよ、すごい、世界デビューですね。世界デビューしてますね。そうだよ、世界デビューをしておりますよ。じゃあね、質問どんどんね、質問して14期のことを知っていきたいと思うんだけど、次はあゆみちゃんなんかある？そうですね、じゃあ何にしましょうか。あ、将来の夢。な、ま、またこれもありきたりかもしれないんですけど、ちょっと面白いことが聞けるかなと思って、あ、お願いします。面白いこと。将来の夢、お願いします。 私ですか。さっきの順番でお願いします。あ、そうですね、なんか私はやっぱり世の中に面白いを作っていける人になりたいです。かっこいい。なんか自分自身こう話すのとか好きなんですけど、やっぱりこう時間を共有してるんだから、せっかくだったらこう楽しくいたいじゃないですか。そうだね、なんか、まあ、そういうポリシーで来たので、あの世界、まあ、これ世界見てる、世界の方が見てるということで、なんか世界中にインタレスティングを言いたいなって今すごく思ってます。はい、すごい、なんかあれですね、もう結構外人チックな、かっこいいトークで。いやいやいや、うん、ちょっと簡単な英語でしたけど、だってもう世界にね、うん、今発信されてるインタレスティングが、インタレスティング、インタレスティング、楽しくいきましょう、楽しくいきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、さっきの順番でいきます。そうですね。じゃあ私はそうですね、キャリアウーマンになりたいです。かっこいい、これ。なんでしょうね、なんか働きたいですね。バリバリ、ね、バリバリ働きたいですね。よく私ももう4年生で、はるか社会人で、今になってすごい逆質問されるんだけど、なんであなたは働くんですかってよく質問されるの。なんで働くんですか。なんで働くんですか。なんで働くんでしょうね。もうなんか生活のためだよね、けどね、正直ね。でも可愛い服とかをいっぱい買いたいですね、自分のお金で。いいことだ。そう、私も、はるか社会人だけど、
私も可愛く買うために頑張りますということで、まとめ方も先ほどに話すんですけど、はい、あ、ごめんね、最後にじゃあ、はい、将来の夢をお聞かせください。はい、まあ、先ほど言ってしまったんですけれども、うん、いろんな地方に、いろんな地方というか、まあ、いろんなところに情報とかメッセージとかを、大事なことを伝えていけるアナウンサーになるっていうことは、まあ、まず目先の目標で、最終的にはゆっくりリッチに暮らせるおばあちゃんになりたいなって思います。心に余裕を持った。なるほどね。将来はどこに住みたいじゃなくて、将来は海外とか住んでみたいですね。なるほどね、はい、ゆっくりパリとかにいそう。あ、いいですね。見たことないけど、アルプスらへん、そう、自然がいっぱい、自然がいっぱいなところに暮らして、そういいね。なんかその夢もいいな。私将来ね、大阪に住みたい、はい、逆にそう。えみちゃんとか将来どこ住みたい？私ですか？私はそうですね、なんかやっぱ日本がいいかな。あ、やっぱね、日本いい国だもんね。なんかさ、私の場合は東京にせっかくいるんだから、なんか大阪にも行ってみたい感があるんだよね。なんか同じ日本でもなんか全然違う文化とかがありそうだから、逆に大阪に将来住みたい。なんかどこかに住みたいというよりは、その日本の中をもう各地を、各地に詳しい人物になりたい。だってなんかもうすでに結構さ、いろいろ詳しいよね。いや、そうでもないですよ、なんかすごい、私より知識が全然豊富だからさ、いろいろこの人こと知ってそうなイメージがあった。いやいや、なんか、なんだろう、何が一番詳しい？私は動物。すっごい手とかってるんだっけ？そうそうそう。何度もね、そうだよね、私のうちは動物園っていう風におっしゃっていただいてるんで。今ついでに何飼ってるの？今犬3匹と、犬3匹もいる、猫1匹と、亀と、あとパンダマウス、これはお亡くなりになったんですけど、魚とか。てかもう過去を遡るともう数えきれなくて、ハムスターもいますし、本当に魚飼ってるって、あ、金魚とかハヤとか。ハヤって何？ハヤってなんか、なんだろう、川魚でメダカよりもちょっと大きくて、メダカとなんかマスの間みたいな。わかんない、大きいじゃん。あ、ちっちゃいのか。あ、でも結構このくらいは大きくなります。とか、はい、まあ、お掃除する魚とか、コリドラスってやつですね。すごい。あとカナブンとか。カナブンって買いもするの？私弱ってるカナブンを拾ったり、あとウクラとかも買ったり。やばい、すごい、動物園に行けそうですね。すごい、本当に開けそうだよ。無料動物園開けそうだよ、はい、うん、カナブン飼ってる子は初めて見たわ。すごい。今元気になった？あ、カナブンですか、うん、いや、もうすっごい前の話なので。あ、でも拾って育てて、うん、元気になってこう寿命を迎えられました。餌とかあげるんですか、カナブンに？はい、いろいろ試してみました。何が一番好きでした？カナブンはリンゴかな。リンゴか。てか、どの動物も結構嫌いなもの、好き嫌いが絶対分かれないものってあるんですよ。特になんか高温動物っていうか、鳥とか犬とか猫はもう絶対炭水化物好きですし、そのパンとか、うん、あ、そう、私カラスを拾ってちょっと育てたこともある。でも一応野鳥なので、返さないといけないので。怖い。そう、小さい、まだ子供の時、そう、なんか羽を怪我していて、で親鳥がいたんですよ。だから、あ、返してあげないとって思って。チキンラーメンが好きでした。チキンラーメンあげてみたんだ。あげてみようよ。ちょっと遠火かけちゃった。なるほど。はい、そんな感じで。すごいね。じゃあ動物すごいね。今一気にいろんな情報知ったね。面白い。なんかごめん、なんか私は何も知らないんだけど、なんかね。いや。なんかカラスなんかにチキンラーメンが面白すぎた。いや新たな発見ですね。ね、新たな発見です。そうですね。へえ、ということ。まあ、一時期はね、獣医さんとかにもなりたいなって思ったこともあるんですけど、ちょっと勉強も結構大変ですし、なんか動物実験にビビってしまって、かわいそうだから。そうだよね。逆にそれに耐えれるかなって思って。じゃあ、はい、あゆみちゃん逆に今将来の夢は？私は今アナウンサーかな。あ、
はい、素晴らしいね。じゃあもうどんどんリポートねとかね。ただとりあえずあの今お勉強、お勉強なんか目先のことにしかちょっと注意がいかないんですけど、お勉強頑張りたいと思います。勉強かもね。私は将来は私も豊かに暮らせればいいかなと思って最終的には豊かにね暮らしていけばいいなと思って、ね、だけどなんか常に楽しいって思える人生を歩んでいきたいなって思います。うん、ということで武田でした。かっこいい、ビューティフルライフ、ライフというか皆さんね、なんか言うことがかっこいいですよね。キャリアウーマンとかインタラスティングを発信したりとか世界中とかパリで暮らすとか、いや羨ましい。カラスを飼ったことはないから、いや心の優しいあゆみちゃんが見れましたね。あとカラス拾ってね、親鳥に返してあげるってね、なかなか他の人できないよね。絶対できる。私の家族みんなが動物が好きっていうか、だから そのおかげもあると思います。私だけが好きでも返してきなさいよってなるかもしれないですけど、私中学校の時にあの普通に登下校してたらカラスに頭をつつかれたことがあって、怖い、すっごい痛くて、痛そう痛いんだ。あ、ここ爪でガリってやってからこう、うんってやるから血がこう出ててあーやばーとか思いながら記憶がありますね。怖い、怖い。それはどういうことなんですか。巣が近くにあったのかもしれない、はい、なんかなるほど、子育て中の親がこう、はい、結構ピリピリしてて、あー、カラスに間違われたってことですかね。それは分からない、勝手に間違われた。なるほど、ちょっと二つ言いにしてたのがちょっとね、間違われた。あ、このリンゴ狙ってたんじゃないですか。それかー、そっかそっか。その時もそれつけてたんだ。結構長いですね。いやいやいや、そっか、学びました、ありがとうございます。なんかカラストークで盛り上がったけど、なんか結構ね質問来てるんですよ。ちょっと待ってね、どこやっけな、あるある、あと、うん、他の14期のイメガさんに負けない特技趣味などありますかって。これはクリアルポイントだ、ね、じゃあ次逆からいこうか。じゃあ次、そう、リサリサから、はい、負けない特技、負けない特技ですか。私多分抜けっぷりが誰にも負けないと思いますね。抜けてるの。なんか本当にやばくって、なんか一駅後に降りなきゃいけないのにちょっと LINE 見てただけでもう次の駅に行っててはぁみたいなのとか、あとすっごい大事な用事の時にお財布家に忘れてきてもう一回取りに、なんか駅まで行って気づいて、あのまた取りに帰るとか、もう散々な人生はありますよ。いや、そんな、それは誰にでもあることありますかね。あるある。自分嫌になるくらい本当に抜けてます。意外だね、これも意外だね。本当ですか。うん、抜けてるけど、はい、しっかりしてるよね。うん、そうですかね。一番嬉しいです。でも、うん、そう言ってもらえると。いつもバカにされてばっかりなので、学校とか、なんだよ、ミルキーにも似てるし大丈夫。嬉しい。やった。そう、ミルキーにも似てるし大丈夫。ありがとうございます。はい、じゃあ次、サキチヨ。はい、誰にも負けない趣味特技ですか。うーん、ちょっと珍しいと思うんですけど、お茶とかお花とかをやってました。へ、でも合ってる、合ってます、うん、茶道、華道ってことだよね。そうです。茶道ってさ、裏表とかある、裏千家でしたね。あ、私ね、総流編っていうねのをやってた高校生、ね、なんか裏でも表もない、なんか別の、あ、なんかありますよね、別の、なんか鎌倉の方のおっちゃんの一家のなんかやってた。すごい、本家っぽいですね。私も一応3年間茶道やってた。すごいね。けど茶道も華道もできてジャパニーズガールだね、一応。そこもギャップ。そこもギャップ。ギャップ。アニメが好きだから。そう、クールジャパン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 をしていきたいな。すごいね、本当に日本のさ、ね、文化をさ、うん、発信できそうだよね。これはね、シーサイドイメージガールとして適任ですよね、うんうん、頑張ります。世界中に発信されてるだけに、クールジャパンを。クールジャパン、いいね、いいね、これもギャップだね。ありがとうございます。じゃあ最後、期待が高まります。期待が高まる。ちょっと、そうですね、私、まあ、なんか何かを極めるというか、何かにハマるってことが結構あって、うん、私、大学入ってから、あの、まあ、友人とですね、マルチスポーツサークル、あの、それこそあのダイビングとか大好きで、こう陸海空を極めたサークルをあの友人と作って、
まあ、肉は登山とか、あ、そうそう、近くだと高尾山とかに定期券1ヶ月分買って、買って、まあ、なんか30回以上行こうってそういうことやって、近くのまんじゅう屋さんのおばちゃんとすごい仲良くなったりとか、うん、そういう伝説を持ってます無駄に向けないことそうですね、なんか極めることは好きです。あ、一つのことに対して、いろんな、そうそうそう、まあ、いろんな、まあ、そうですね、こうダイビングするぐらいだから好奇心ある方だと思ってるんですけど、まあ、何回も行ってその人との関係を深めるとかすごい行動力が、ね、行動力、だってサークル作ったんでしょ。まあと言ってもって感じですけどすごい一緒に楽しく、はい、インタレスティングで、インタレスティングでやってました本当になんかインタレスティングガールだね面白いことやっぱり言ってたってるね。じゃあもし次の質問来てるから言っちゃうね、うん、もし10万円拾ったら何に使う？お、10万円拾ったら、うん、あ、これはあれですよ、本当にもらっていいってことですね。そうそうそう、拾ったら、拾ったらあ、あ警察じゃなくてもそうそう、もうじゃあ、うん、もらえるっていうことで、持ち主に使われてね、そうです、偉いよね、そこでね、私がちょっと流しちゃったらあいつ大丈夫かってなっちゃう拾ったらそうだなとか言ってあと法学部でしょ偉いね。何に使う？え、じゃあこれさ、私たちも答えよう。あゆみちゃんの何に使う？え、私かなんか、どうしよう、貯金。ああ現実的に使わないからあれですね、あの、うーん、あの大型犬飼いたいな。あ掃除機とかやってさ、あの窓ガラス壊しちゃうような犬窓ガラス、窓ガラスを壊すような犬、うん、でっかいやつ、なんか見たことある、あの、うん、なんかグレートデーンとか、そうそうそう、なんかブワーみたいな。あ、でもどうだ、大型犬の方が意外と優しか、優しいっていうか落ち着いてたりするから、案外こう中型犬ぐらいが一番や、厄介とか言っちゃいけないですけど、あのやんちゃかもしれないので。あ、そうなんだ。大型犬だと何、シェパードとか。私ですね、あのシェパードも好きなんですけど、あ、でも10万円で買えるかなすごい現実的あるあの、いつか、なんだろう、ドーベルマン飼ってみたいんです。ドーベルマンとかグレーハウンドってご存知ですか？わかんない。なんかすっごい足の速い、もう肺が大きくてこうウエストがこんななってすごい足の速そうな犬で、まあ、実際にレースに使われる犬なんですけど、あの毛の短い大きい犬が買ってみたい。すごいね、10万円で犬を飼いたいって、なんか可愛いけど大型犬っていう、これもギャップだよねすごいね、私は10万円だったら、まあ、半分貯金して、まあ、半分は旅行かな。もう旅行が好きだから。どこに行きますか？けど5万円だからやっぱアジア系かな。ちょっとすっごいリアルだけど、じゃあもう全部10万使っちゃいます。あ、そっか。ドバイ、ドバイ行きますよ。そうそう、またドバイ行こっかな。またちょっとね、ドバイ、さっきの砂漠がすごい良かったから、砂漠にも一回行きたいです。写真拝見しました、すっごい素敵だった。だから砂漠に行きたい。だからサファリツアーに行きます、10万円あったら。じゃあ13期はこんな感じ。じゃあ次10万こんな感じでしたか、はい。なんかある、誰から行く？私はカラオケが好きすぎて家にカラオケを作りたいです。あでも10万円以内で収まるかどうかは分かんないですけど。でもカラオケの機械、あ、10万じゃ足りないかな。あの、なんかゲーム機とかで、あ、そっか、今ゲーム機とかで歌えちゃうんですよね。まあ、もちろん音とかは本当にテレビから出るだけだから、あ、まあ、あの、なんだろう、重低音とかは期待できないけど、なるほど、でもだいぶそうですよね、音になってます。私も一人でうちでそのゲーム機を使ってカラオケとかするんですけど、はい、はい、結構いけるので10万あればできますね。十分、もう1000円でいけるかもしれない。1000円でハードがあれば。本当ですか？あ、でもあれですね、本格的なのが欲しいんですよ。そうですね、あのやっぱマンションなんで一人暮らしでやっぱ怒られちゃうから、その防音の施設が欲しいですね、あの囲むそれで使っちゃう。へ、なんか人から用マイクみたいなのあるらしいですよ。あ、こう繋がってるやつ。そうなんですか。音が漏れないの。これでこうやってここを繋がって。音施設いらないですね。カラオケか、面白いね、それも。はい。
いいなって思います。はい、じゃあ佐吉代さんは、ね、うん、私もちょっと武田先輩に習ってドバイに行こうかな。ライズライズライズ習ったでしょ。いやドバイはおすすめ。ドバイ、そうドバイ、ラクダに乗りたい。あ、あ、ね、ラクダね、かわいそうだったもん、すっごい泣く。なんか私たちが乗るとうわーみたいな、すごい泣くの。武田さんだけ、私だけかな。私が乗ったから、あーじゃないだろうか分かんないけど、なんかもう起き上がる時もあーみたいな。あ、そう、泣いたしたんだよ。ラクダは楽ではありませんでした。この助言です。ラクダは楽ではありませんでした。私ゾウなら乗ったことあります。あ、そうなんだ。ゾウってさ、なんだかんだすごいゆっくり歩くんでしょ、うん、なんかすごいすごい真似をしてくれすっごい揺れました。そうなんだ。でも私はそうだ、経験で言ったら馬ぐらいしかないな。馬超速そう。あ、うん、軽く走ってもらった。なんか馬そうだよね。うま、ん、そうだよね。でも楽しかった、ね、なんかね、かっこいい。あれですよね、なんかああいう乗せてくれる動物ってノリノリで乗せてくれるわけじゃないですよ。なんか実はなんか走るのすごい嫌い。あ、そうなんですか。うん、そうなんですか。すごい嫌そうって。だってラクダも嫌そうだったもん、そうそう。嫌、うん、だからね。ちょっと嫌そうでしたよ。あ、うん、ドバイぜひ行って。ドバイ楽しいから。じゃあそれをブログに更新してね。はい、期待してます。じゃあ最後。はい、私が10万やったら。いや、久保田さよりは本当イソフラボンでできてるって言っても過言じゃなくて、いや本当に豆腐と豆乳とかが大好きなので、ぜひとも豆乳のバナナ味を10万円分欲しい。10万円分バナナ味なんだ。私好きです、めっちゃ大好き。豆乳のバナナ味10万円分あればOK？ でも消費できますか。あ、でもバラエティに富んだ方がいいかな。こういろんな種類くれたら嬉しいけどね。すごいな、豆乳クレーみたいな。イソフラボンでできてるってすごいね。なんか本当に健康素材そう。だけど本当になんかイソフラボンでできてるって思ってるからね。すごいね。すごい、なんか面白いね。なんか面白いな。初めてこういう回答来た。本当ですか。うん。かな。すごい。ね、10万円もらったら1週間仕事しないって。確かに確かに、ね、そう、みんななんか現実的ですね。ね、本当今日は動物の知識がいっぱい増えましただって。あゆみちゃんのおかげだ。いつもごめんなさい。いや、いいと思う。今日ラクダの話もしたし、ラクダなら鳥取砂丘に行けば会えるらしいよ。確かに。そう、鳥取砂丘もあるんだね。私日本の砂漠にまだ行ってなかったので行ってみたいと思います。ありがとうございます、情報。ということで今日はね、14期のイメージガールのことたくさん知れましたってコメントも来てましたが、はい、ありがとうございます。これがじゃあ以上でイメージガールコーナーを締めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、あっという間に放送時間も迫ってまいりました。ということで、はい、明日の東京タワー TV の案内をリサリサお願いします。はい、15時からシンガーソングライターの藤原マリアさんがライブをお送りします。17時からは歌手の竹本孝芳さんによる番組ライブインタワーをお届けします。ゲストにシンガーの浦田武史さんが登場します。そして19時からはバイオリンとピアノによるインストルメンタルポップスユニットソーシズのライブをお送りします。はい、はい、公開生放送ですのでぜひ東京タワーへお越しください。観覧は無料ですが大展望台への入場料が必要となりますのでご了承ください。はい、ありがとうございます、はい、ということで明日の東京タワー TV MC 私です。ということで、もうね、東京タワー TV は真面目にやってます。はい、こっちは真面目じゃない。なんか真面目っていうか、なんか真っ直ぐを出していく番組だからね、これは。いや、まあ東京タワー TV は真面目にね MC をやってます。じゃあ楽しみに。はい、明日天気もいいみたいなので、ぜひ東京タワー遊びに来ていただければと思います、はい、ということで今日はさらに番組からのプレゼントがありますので、こちらの紹介を先をお願いします。はい、昨日から公開の映画ビッグアイズのオリジナルスモールカレンダー、こちらを番組をご覧の2名様にプレゼントします。お名前、ご住所、電話番号と番組の感想を書いてメールでご応募ください。メールのアドレスはシーサイドアットマークお台場 TV.jp、 シーサイドアットマークお台場 TV.jp です。
この映画、60年代にアメリカで一大ブームとなった絵画、ビッグアイズの作者にまつわる実話だそうです。そうなんだ。監督は、チャーリーとチョコレート工場、アリス・イン・ワンダーランドなどを手掛けたあのティム・バートンさんですね。うん、彼の作品の中でも傑作と言われています。東宝シネマズ有楽座ほか全国公開中です。はい、ありがとうございます。このビッグアイズすごいね、 CM とかでも話題だよね、うん、この絵がなんかすごい特徴的な映画だよね、うん、ゴーストライターなんでしょ、うん、あ、そうそう、絵を描く方、妻が描いてたみたいな、そんなボス映像が綺麗そうです。すごいね、綺麗、すごい綺麗ですね。だって実話ですからね、はい、ちょっと実話気になりますね、うん、映画館でぜひ皆さん見てください。でね、このカレンダーすごい可愛いので、ミニサイズで机に置くのとかちょうどいいかな、いい感じなのでお待ちしております、はい、2名様です、はい、ということで、もう番組の終了時間も迫ってまいりました。あっという間でした ね、 あっという間の1時間でした。ありがとう、ということでコメントもいただいてます。ということで、どうでしたか今日。ごめんね、私たちやだね。ごめんなさい、楽しかった、すごい楽しかったです。あっという間でした、本当に。なんか本当に、なんだろう、イメガの巣が一番多分見れる番組だと思うので、これからなんか13期が消え去って14期になったらね、どんどん寂しい、寂しい、ね、13期もね、もうすぐ卒業だもんね、なので、ね、14期がこれから盛り上げてくれますので、なんかどんな番組にしていきたいかとかあります？最後に。そうですね、私武田さんみたいな人になれるように。やったやった、頑張ろうと思いました。はい、じゃあ武田第2号を指名します。武田も最初はすごい猫かぶってたから大丈夫です。そう、すごいなんかね、こんにちはみたいな。そうだ、私の最初の番組超猫かぶってるで、すごいあの侮辱されてるので。え、侮辱されてる、それはないです。いや、皆さんがすいませんって感じなんですけど、2人はいます、どんな感じ。そうですね、かわいいな。いや、でもなんか今みたいに情報を伝えるだけじゃなくて、うん、本当に笑いが絶えないような番組、うん、いいなって思うので、そういう楽しい感じの雰囲気を伝えていける番組にしたいなって思います。そうだね、はい、本当にもうわーわー好きなようにやっていいからね。はい、好きなように。あんまりね、ちょっと自由すぎても怒られちゃうけど。最後、さき千代様は。はい、私も楽しくやりつつ、ちょっと皆さん喋るのがうまいので真似するように頑張ります。大丈夫ね、どんどん巣が出てくるから。私たちみたいにね、どん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 巣がね出て、最終的にわーってなりますから。とりあえずね、あの緊張が解かれれば、うん、うん、大丈夫、はい、だと思います。今日はね、なんか初めてだもんね、うん、これからね。そう、私もね、最初はすっごい緊張しましたから、もうカチカチだよね、震えてたし、こうやって。そう、震えてました。震えてたから緊張するよね。大丈夫、そのうち大丈夫です。はい、はい、ということで、これからも大好きシーサイドよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、本日のお相手は第13期シーサイドイメージガールの武田あさみと、同じく和田あゆみと、第14期シーサイドイメージガールの石橋梨沙と、はい、久保田さよりと山下咲でした。皆さん良い週末を。来週もよろしくお願いします。せーの、バイバイ。